これがメインが良かったっていうふうに思ってます。だけどね、なんか、まあ、やっぱりセリナらしいっていうのを考えたらポップな明るいぶっ飛んだ曲かなと思って、最終的に今の曲がメイン曲、今の曲も大好きなんですけど、なんて次の曲はね、もう打って変わってもうこの曲ができたのは今年入ってすぐかな、1月か2月にできた曲なんですけど、もうこの曲今一番大事かなっていうぐらい大事です。それでいつもはピアノ1本で弾いてきたんですけど、あの CD に入るっていうことでね、ピアノ1本で入れるわけにもちょっといかなかったんで、あのストリングス、バイオリンの音とか、うん、あえてでもリズムは入れずに雰囲気壊さず入れてもらって、めっちゃめちゃそれがまた良くて、なんだけどリズムがないから合わせるの難しくて大変なんですけど、でもね、やっぱりそのバージョンでも聴いてもらいたいと思って持ってきました。では聴いてください、ラミネートスカイ。歩くべき道と言われ
気づいて